回はシニア世代がさらに輝く制度、鳥取生き生きシニアバンクというのをご紹介しました。お邪魔しているのは中部ものづくり道場です。こんなふうにですね、シニア世代が資格や特技、趣味を生かして指導者として活躍できる場を提供するのが鳥取生き生きシニアバンクなんです。岡本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。指導者としてものづくりを教えていらっしゃるんですけれども、岡本さんが教えたりしながらですね、完成したおもちゃがこちらにずらーっと並んでます。はい、いろいろありますね。はい、これは何ですか？これはね、ペーパーブーメランって言いまして、投げ方にコツがありましてね、手首をキュッと返すんです、投げるときに。手首で、はい、やってみましょう。はい、ほら、戻ってくる。キャッチ。こういうふうに上手。こちらは何ですか？これはね、ラブラブセンサーと言いまして、一人でやっても興奮してるとわーっと流れるんですが、今興奮されてるんですね。はい、70いきましたよ。はい、本当は女の子と男の子が手をつないで右手と左手を置いて、どれだけ触れると60超えるとラブラブ状態、そういうものなんです。岡本さん、やってみましょうか。やってみます。やってみましょうよ。振り切りますよ。どっちの思いが強いのかな。はい、いきますよ。はい、せーの。あれ30しかない。あらだあら、もっと思い込めてください。もう一回やりましょう。せーの、手をつないで。いあれダメです。岡本さん、一人の時が興奮してましたよ。はい、そうですね。ちょっと今おいくつなんですか？私ね、猿年でね、今年誕生日で72になる。に生涯現役。現役、そうですね。ねえ、子供たちからもパワーもらうんじゃないですか。あ、それは言えますね。はい、はい、鳥取生き生きシニアバンク、生涯現役で活躍される皆さんを応援しています。はい、ぜひ気になる方登録してみてください。そしてそのシニアバンク使ってみてください。よろしくお願いします。